家で仕事をするようになったんですけれども、夫も同時に同じ部屋で仕事をしていて、テレビ会議とかが重なってしまったりして結構難しいなって感じてたので、私の仕事部屋と夫の仕事部屋ができるようにっていうところに決めました。事情があってあれなんですよね、内装を見ぬままこの家に引っ越すことが決まりまして、自分の好みとはちょっと違う内装だったんですね。でこれはどうしようかなっていろいろ考えて壁紙を貼りました。お気に入りのものとかがこう並べてあるっていう空間がすごく憧れがあったんですけど、同時に掃除がすごく苦手で、ちょっと高さがあれば油跳ねも軽減されるんじゃないかなって思って、ちょっと重めの蓋でもこういう感じでガタついたりもしないので、猫がいるのでこう汚れてしまったりとか気軽にお掃除ができないのがなんだかなって思ってたんですけれども、一般にお洗濯できない時とかはシートでさーって拭けちゃうので、洗い物かごを置いちゃうとより作業するスペースがちっちゃくなっちゃうなっていうことを思っていて、外付けしてしまおうと思って、洗ったらすぐにこう片付けられるのですごく重宝しています。ここが仕事をしているスペースです。ここです。デスクスペースをすっきりしたくて、前の家で使ってたこのサイドテーブル、ここにつけてみたらすごくフィットしました。おやつとか朝ごはんとかここに置いたりして、いつもこんな感じでできるのでいいです。今は PC メガネだけなんですけど、鍵とか入ってたりとかいろいろ入れ替えてます。でハンドクリームもすごいお気に入りです。ポンプってめちゃくちゃ使いやすいんですね。ピュッてこうやってこうするだけで棚に合わなかったんですよ、これなんですけど、素材が段ボールなんで切っちゃえと思って思いつきで切っちゃったんで、ちょっとガタガタなんですけど、でもなんか段ボール素材だからこそ気軽にサイズを変えられるのがいいなって改めて思って、結構色数もめちゃくちゃ絞るようにはしてますね。あることで余計迷ってしまう、数があることによって迷ってしまうっていうのをちょっと防ぎたくって、本当に必要なものはどれかとか、私の食卓に置くならどれかっていうことを一通り考えながら、私だけじゃなくてチームの人も考えながらこう決めていくみたいなところはありますね。最初何の色を展開するかっていうことをすごく悩んで、最初に
このマットのタイプを発売して、でもやっぱマットを使ってたら他の色も食卓に並べたくなるねって思って、それでこっちのツルツルタイプの方もお取り扱いすることになったんですけど、夏場とかはこういうちょっとパキッとした布が使いたくなるので、シーン別にフィットしてくれて2色迎えてよかったなっていう感じです。なんかもうこのキュッとした可愛さ で実用的なエコバッグっていうのにすごい惹かれて、これ実は傘の生地を使われているそうなんですよ、雨傘の生地なんで、撥水加工もかかっているので濡れても平気だし、ここに裏側にちゃんとこういう感じで縫い付けられてて、この袋が、そこもなくさないっていうところもいいんですけど、こうやってシュ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 って何も考えずにこういう感じでくるってぐしゃーってこうやるだけで収納できちゃうっていう、この手軽さがすごいいいなと思って、ヨハンナ・グリクセンのバッグも担当したもので、1枚のテキスタイル、1枚の布なんですけど、裏側がこんな感じになってて、展示会とかはよくこんな感じで出かけてます実際に結構使うことが多いので、パッて取り出せていいですね。こんな感じでくるっとしてダイニングにしちゃってます。家で過ごすことが多くなってから本当にこんな感じでコーヒーを入れる機会が増えましたね。